この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。ライドーン。10年以上前の3月、俺は高校を卒業したばかりだった。取ったばかりの免許に浮かれて、兄貴の車であちこちを走り回っていた。ある時、俺は二人の後輩を連れて、深夜にドライブしていた。群馬に住んでたから峠道にはこと書かない。長野との境を走る峠を、当時は待っていたイニシャル D の真似をして攻めていた。県境をまたいで長野に入ってしばらく行くと、道端に地蔵がたくさん並んでいた。真っ暗な中に立ち並ぶ地蔵の群れは、不気味な眺めだったけど、目につくものがあった。脇道に見える鳥居と賽銭箱。お供え物の饅頭や花があったから、賽銭も入ってるんじゃないか？そんなことを話しながら、俺たちは路肩に車を止めた。三人で連れ立って車を降りた。賽銭箱には錠前がかかっていたけど、賽銭箱自体は古びていたから壊せそうだった。近くに落ちていた石を何度か叩きつけると、賽銭箱は壊れた。中身は全部かき集めると、5000円近くになったと思う。俺たち波状機嫌でその場を去った。バカだったから、罰が当たるとか、そういうことは考えもしなかった。日が昇ってきたからドライブは終わりにして、金を3等分して持ち帰った。一人頭1500円くらいか。確か、タバコを買って帰った。兄貴が仕事に出るまでに、車を返さないといけないから、ガレージに止めて、俺は自分の部屋に直行してすぐ寝た。目が覚めたのは昼頃だったと思う。下の階からドンドンって物音がして起きた。大の大人がチダンダを踏んでいるような音が、ずっと鳴ってた。ドンドン、ドン、ドンドンドン、って感じで。親も兄貴も仕事に行ってるはずの時間だった。ペットの猫が暴れてんのかと思って、見に行ったけど、呼んでも出てこない。音をたどっても場所がわからなかった。ドン、ドンドン、ってなってはいるんだけど。俺と一定の距離を空けて移動してる感じがした。玄関の方で鳴ったと思って玄関に行ったら、今度は風呂の方から鳴る。風呂の方を見に行ったら、今度は台所の方で鳴る。そんな感じ。怖くなって家を出ようと思ったら電話が鳴った。マジでびっくりしたけど、ナンバーディスプレイには、兄貴の会社の名前が出てた。電話取ったら兄貴が、てめえふざけんなよ、って、いきなり怒鳴ってきた。お前あれどこから盗んできたんだよ。気持ち悪いな、ふざけんな。は？何が？何がじゃねえよ。てめえ俺の車でどこ行ったんだよ。嫌だから何がだよ。車に地蔵乗せたのてめえだろ。一瞬で血の気が引いた。地蔵がいる峠に行ったことは兄貴には言ってない。なんで地蔵？車に乗ってる？いやちょっと待って、意味わかんねえ。どういうこと？とぼけんなよ。足元に地蔵乗せただろ。本当にやってねえって、怒っている兄貴に事情を説明して、向こうの話も聞いた。兄貴が言うには、助手席の足元にボロい地蔵が乗っていたらしい。朝、出勤するときに気づいて下ろそうとしたけど、重くて持ち上がらず、時間もないから仕方なくそのまま出勤したらしい。もちろん俺はやってない。後輩たちがそんなことをした様子もなかった。第一、俺がガレージに車を戻したときには、確かに地蔵なんて乗ってなかった。兄貴は俺の言い分を信じてくれなかった。俺が悪ふざけでやったと思ってるようで、ずっと怒っていた。
ちゃんと始末する。って言ったら、やっと電話を切ってくれた。血だんだのような音は電話の最中もずっと続いてた。ドン、ドン、ドン、って、少しずつ激しくなってた。二人の後輩に電話した。特に変わったことはないって言ってた。なんで俺だけ、という気持ちで電話を切った。家にいるのは耐えられないから、チャリで外に出て、公園で時間を潰した。夜になって兄貴が帰ってきた。俺の顔を見るなり引っ叩いてきた。いつもだったら俺も応戦するけど、今日はそんな気になれなかった。どんどんって音は家族がいる時はならなかった。深夜、後輩二人を家に呼び出した。二人は地蔵が乗ってる車を見て、すげえ、いつの間に、なんて大笑いしてた。俺の気持ちも知らずにのんきだった。地蔵は重かった。二人がかりでやっと持ち上がる重さ。先輩これモテるとか怪力じゃね、とか言ってた。この後に及んで信じてないらしい。車から降ろした地蔵を、群れの端に戻した。パクった賽銭も返したかったけど、もう使った後だったし、後輩も同様だったから、俺が財布から5000円出して、壊れた賽銭箱に入れといた。手を合わせて、すみませんでした、すみませんでした、って心の中で何回も謝った。車で家に戻って、怖いから猫を抱いて寝た。次の日から血だんだのような音はしなくなった。金欲しさだろうが生きがってだろうが、賽銭泥棒はしない方がいいぞ。深夜の踏切。大学生の頃の話なんだけど、夏休みの頃かな。その頃地元の中学が一緒だった友人と、俺入れて三人でよくつるんでた。ガンダム号っていうトレカにハマってて、友人の家に集まってトレカして、酒飲みながら、オールしてみたいなことをしょっちゅうしてた。仮に友人を友人 A と、友人 B としよう。友人 A の家が結構大きな家で、自宅の横に離れの家があって、今は誰も住んでなかった。だから俺たちはいつもそこで、夜遅くなってもどんちゃん騒ぎしてた。ある日、いつものように友人 A の家に向かおうってことになって、友人 B と一緒に行くことになった。友人 B の家は俺の家から徒歩2分くらいで、めちゃくちゃ近かった。友人 A の家は、そこから自転車で30分くらいかかるところだった。友人 B の家に集合して、二人でだべりながらチャリで A の家に向かった。俺たちの地元はいわゆる、ど田舎。で、周りは一面田んぼ。中学生の頃はゼロマとか、買うために近くの本屋まで、1時間近く自転車こいでた。だから当然街灯も少ないし、夜になると真っ暗になるところも、たくさんあった。A の家はいわゆる農家で、田んぼの中に、ポツンと立ってる感じ。だから向かう時も、細い田んぼ道を通っていく必要があった。車一台通れるくらいの、道かな。すれ違うのは多分無理。街灯もなくて夜になると真っ暗になる。そんな道を B と二人で自転車で走ってた。周りは真っ暗で、自転車のライトでほんの少し前だけが照らされてる感じだった。そんな道だけど、一箇所だけ明るいところがあった。踏切だ。田んぼ道は線路沿いになっていて、踏切がある場所だけは街灯が止まってて、周囲がわかるようになってた。あとは電車が通れば明るくなるんだが、ど田舎だし、時間も午前0時を回ってたから、通る電車も貨物列車くらいだったと思う。俺と B の50メートル先くらいに、踏切が見えてきたところくらいで、B が急に、あれ、何？と聞いてきた。俺が踏切の方を見ると、何かが踏切の前で動いてるのが、見えた。その頃の俺は視力が悪いのに、メガネはかけないで、
講義とか運転する時だけメガネをかける人間だった。だからぼんやりと何かが動いているのは分かったが、それが何かまでは分からなかった。なんか動いてね。と B に尋ねると。B は、あれはやばい。ちょっと遠回りになるけど、迂回しよう。と言ってきた。俺は、え？何？幽霊的な？とふざけて返したが、いつもならおちゃらける B が、真面目な顔だったので従った。踏切より手前の道を曲がって、踏切の前を通らずに、迂回しながら進むことにした。その迂回してる時に B に、改めて聞いた。結局あれなんだったん？すると B は、俺も遠くて正確には、わからなかったけど、多分子供だ。小学生くらいの。その子供が、踊ってるように見えた。と答えた。深夜0時過ぎにこんな暗い田んぼ道で、踊ってる小学生。確かに不気味だと思った。けど、小学生なら、最悪なんとかなるかとも思ってたと思う。とにかくその時点までは、そこまでヤバいとは思ってなかった。ここからは、その不気味な小学生っぽいやつを、小学生と呼ぶ。俺と B は迂回してた道から、さっきの線路沿いの道に戻った。踏切はもう俺たちより、後ろにあって、うっすらと見えるくらいの距離だった。B は、まだ踊ってるよ。不気味だな。なんて、言ってたけど、俺はもう大丈夫だと思って、平気平気。というか、警察に行った方がいいんじゃないか？と、その子供のことを少し心配していた。すると踏切の方から声が、聞こえてきた。おーい。おーい。俺と B は踏切の方を、振り向いた。すると、さっきまで踊っていた小学生が、こっちを見ながら手を振っていた。普通ならなんともない光景なのに、その時の俺はなぜか体中に、鳥肌が立ったのを覚えてる。それは B も同じだったようで。B が、逃げよう。と言ってきた。俺もうなずいて二人で自転車を、それまでより、速いペースで漕ぎ始めた。やばいな、なんだよあれ、と B に話しかけると、B は後ろを振り返った後、急に立ち漕ぎしだした。俺は小学生が追いかけてきたんだと思ったが、後ろを振り返る勇気がなく、とにかく B に続いて立ち漕ぎして、スピードを上げた。徐々に小学生の声が、小さくなっていき、俺と B も自転車のスピードを、緩めていった。まだいる？と俺は B に聞いた。B は後ろを振り返り、いや、もう見えないな。と答えた。俺は安心すると同時に、あれって、本当にヤバい系かな？と B に話しかけた。B は、わかんないな。でも、霊的なやつではないよね。はっきり見えるし、なんて言ってた。その言葉を聞いて、また少しほっとした。それからすぐに、遠くの方から電車の音が、聞こえてきた。貨物列車がこちらに向かってきていた。貨物列車が線路を通り過ぎるおよそ1分半くらい、俺と B は喋るのをやめ、列車の走行音だけが、響いていた。走行音が小さくなってきたあたりで、変な音が混じっているのに、気づいた。ガタンゴトン、ガタンゴトン、の列車の音が、小さくなるにつれて、その混じった音が、大きくなっていくのがわかる。そしてその音は聞いたことのある声だった。おーい、おーい。さっきまで聞こえていた小学生の、声だった。B の方を見ると、B も聞こえているらしく、泣きそうな顔をしていた。俺は後ろを振り返ったが、真っ暗で何も見えない。踏切は遠に通り過ぎ、街灯もないため、小学生の存在を確認することが、できなかった。B も何も見えなかったようだが、おい、おい、とこちらを呼ぶ声は、小さくなるどころか少しずつ近づいてきているように、大きくなってきていた。俺と B はまた自転車の、スピードを上げて進んだ。
でもスピードを上げているはずなのに、声が一向に遠くならない。なんなら大きくなってきた。俺も B も、おかしいと思いながら、ひたすら自転車を漕いだ。そして、それは起こった。周りは真っ暗。自転車のライトで照らされた少し前の、光景。そこに飛び込んできたのは、半袖半ズボンのガリガリの、少年、が叫びながら、こちらに向かって全力疾走してくる姿だった。その瞬間、B は叫びながら自転車を、捨てて逃げ出した。俺もパニックになり、自転車を乗り捨てて走って、逃げた。とにかく200メートルくらい来た道を、ひたすら逆走した。しばらくして冷静になると、小学生の声は聞こえなくなっていた。俺と B は携帯のライトを、照らしながら、自転車のところまで戻ることにした。そこには、小学生はいなかった。そこから先はよく覚えてないけど、とにかく二人で、一言も喋らず友人 A の家を目指した。A の家について、A が玄関のドアを開けた瞬間に、安堵というか安心して、一気に B と二人でさっきまでの話を A に話した。A は、なんかの間違いじゃね?と信じてくれなかったが。ただ一度安心するとその後はお酒も入ったからか。そんなこと忘れてひたすらガンダムをやってた。午前3時くらいになった時、A の兄貴が突然酒を持って入ってきた。そして、さっきコンビニから帰ってくる途中で、田んぼ道のど真ん中にパトカー止まってて、参ったわ、と言い出した。え?と B が聞き返すと、いやあの踏切のところ、こんな時間にネズミ取りってわけでもないだろうしなぁ。詳しく話を聞くと、A の兄貴が酒を買いにコンビニに向かって帰ってくる途中、俺と B が小学生を見たあの踏切のところにパトカーが止まっていたとのこと。パトカーが止まっていたため、違う道を通ってきたが、遠目から見た感じだと、警察官が踏切の周りを調べていたらしい。おーい。おーい。しねしね様。オラガ村は大きな町まで、自動車で1時間の、いわゆる田舎町というやつだ。イオンはないけど、スーパーやコンビニくらいはある程度の、田舎だと思ってほしい。タイトルの時点で、オラガ村の話だな、と気づいてしまった人は同郷の、仲間な。さて、本題の、しねしね様、なんだけれど、町では無害な存在だと、広く知られてる。やることと言ったら、人間の左耳にボソッと、死ね、と囁くだけ。物騒な名前を、しているくせに、ほんとそれだけの存在なんだよね。部屋に一人でいるとき、死ね、なんて囁かれると、怖いは怖いが、実害はない。無視していれば、そのうち飽きてしまうのか、どこかに行ってしまう。しつこい時もあれば、あっさりと消える時もあって、これは、しねしね様、の気分次第なんだと、思う。時間も場所もランダムで、一人の時もあれば、友達と遊んでいる時に、聞こえたりもする。今、しねしね様に死ねって言われた。とか、小学生が自慢げに話すくらいには、オラガ村では当たり前の存在として、扱われている。書いてて、今更になって思うけど、街の外の人間から見たら異常な光景だよな。でも、オラガ村では、日常の風景に溶け込むくらいに、メジャーな存在だったんだよ。そんなオラガ村にも文明開化の波がやってきた。チェーンソーが山を切り開き、ブルドーザーが大地を耕すニュータウンというやつ。大きな街には工場なんかの、働き口もあるから、職場まで道路一本の住宅街ができたんだ。町からは1時間の立地だし、町の方に親戚も住んでるし、閉鎖的でもないオラガ村だから、新しく来た人たちと大きな問題は、起きなかったんだけど、一つだけ問題があった。問題になったのは、
しねしね様、だ。しねしね様、の何が悪いって、ネーミングセンスが最悪に、悪い。で、ことなかれ主義な教育現場、オラガ村の小学校では、しねしね様、禁止令が出た。とにかく、しねしね様、に関する話題は、絶対に校外禁止というやつだ。オラガ村の大人たちもテレビを、見て常識はあるから、外から来た人をむやみに怖がらせるのも、悪いし、変な宗教扱いされるのも、嫌だから、しねしね様、のことは、話題に出さないようにしたんだよ。で、おかしくなった。具体的には、新しくできた住宅街、ニュータウンの方で自殺とかの、事件が起きた。もっと具体的に言うと、しねしね様、のことを知らない人の、頭が、おかしくなり始めた。耳元で正体不明の何かに、死ね、と言われ続けるんだから、たまったもんじゃない。逆に言えば、無害なことを知っているから、オラガ村の人間は安心していられたわけだ。人生いろいろ、人生が下り坂の時に、死ね、と囁かれれば、そりゃ死ぬよな、って、当時の俺は思ってたんだけど、違った。しねしね様、は、昭和の時代には、チネチネ、と呼ばれてた。何がきっかけで名前が変わったのかと、言えば、しねしね団、だ。しねしね団、はミラーマンに、出てくる、悪の組織の名前なんだが、チネチネ、と、しねしね、は、音が似ていることから、そう呼ぶようになったらしい。ミラーマンは、1971年の作品だから、ちょうど半世紀前のヒーローだ。当時、ミラーマンごっこをしてた世代は、もう60になる。70近い、俺のじいちゃんは、しねしね様、に、死ね、と囁かれて育ったらしい。でも、ミラーマンの放送を境にして、囁き声が、死ね、に変わったそうだ。放送当時は、死ね、と、死ね、が、混じっていたんだけど、しねしね様、というパワーワードが、強力すぎて、10年もすると、ちねちね、が、消えて、しねしね様、だけが残った。昔は、耳元で、ちね、と囁かれていた。今は、耳元で、しね、と囁かれている。まさか、しねしね様、がミラーマンに、ハマったわけでもないだろうし、おかしい。おかしいと思っている間にも、ニュータウンの人たちは、おかしくなっていったんだ。仮に A 君と呼ぶとしよう。当時の俺は高校生で、小学生の弟が A 君の、友達だったんだ。家にも遊びに来てて、礼儀正しい子だったから、好感度も高かった。どれくらい好感度が高かったかというと、実の弟と交換してほしいくらいには、高かった。8割本気で2割冗談の口調になるが、許してくれ。半ば身内のことだから、今でも A 君のことを思い出すと、辛いんだよ。そんな A 君が、急に遊びに来なくなった。弟と喧嘩でもしたのかなと、思っていたんだけど、小学校にも来ていないらしい。1週間や2週間ならわかるけど、月単位になると、さすがにおかしいと弟も、気がついた。弟は弟で、何かやってたらしいけど、小学生のやることだから無駄に、終わったらしい。そこで普段はあまり頼りにされていない、お兄ちゃんの出番だ。俺だ。最初は、いじめかなと思っていた。田舎の子供は心が綺麗だからいじめがない、なんてことはない。普通にあるさ。都会から移り住んできた A 君だからこそ、逆に標的にされる子だってあるだろう。格闘技を習っていない俺だけど、さすがに小学生を腕力で、脅すくらいは、できるはずだ。そういうわけで、いじめっ子の名前を聞き出そうとしたのだけど、要領を得なかった。聞けるには聞けたのだけど、全くの意味不明だった。何せ敵の正体は、A 君曰く、顔のお化け、で、弟曰く、しねしね様、だったからだ。
俺は弟と二人で A 君の家にお見舞いに向かった。そこで目にしたのは、やつれ果てたという形容詞がぴったりな A 君の母親だった。小学生の息子が月単位で不登校していれば、そうなるだろうなという表情をしてて、思い出すだけでも胸にきついものがある。疲れ果てた男は、薄汚いだけだが、疲れ果てた女性というのは、何か得体の知れない、恐ろしさをまとっているものだ。多分、なんだけれど、A 君の不登校を起点にして、家族関係が、壊れ出していたのだと思う。お見舞いに来た、という俺と弟を前にして、口ではお礼を言ってくれるのだけど、家にはあげたがらない様子だった。その時点で俺は迷惑やら面倒やらになりそうだから、おいとましようと思ったんだけど、弟は、そうはいかなかった。兄という強い味方を手に入れて、強気になっていたらしい。あまり、この兄を買いかぶってくれるな、弟よ。食い下がり君に玄関先で、押し問答をしてると。A 君の叫び声が聞こえた。ああ、とか、わあ、とか。とにかく大きな音を出そうとしている。必死の叫び声だ。叫び声がしてしまって、A 君のお母さんが、とても大きなため息を、こぼしたのを覚えている。大人になって理解したけれど、そんな息子の姿を見せたくなかったんだろうな。もう隠しきれないのだし、と通された部屋で、俺と弟は A 君と久々に、顔を合わせた。A 君もお母さんに負けず劣らずに、やつれ果てていた。以前、弟がお見舞いに来た時よりも、随分と顔色が悪くなっていたらしい。頬がこけ、目が血走り、自分の左肩をバンバンと、いまいましげに叩き続けていた。ああ、死ね死ね様、を叩いているんだなと、俺は思った。死ね死ね様、が囁くのは、常に左耳で、囁かれるとき、少しだけ左肩が重くなった気がするからだ。A 君は数ヶ月前、うね、という声を耳にして、左を振り返った。そして、死ね死ね様、の姿を目にしてしまった。死ね死ね様、の姿を見たというのは、初めて聞く話だった。以来、ほぼ毎日、ずっと張り付いたままなのだと A 君は、言った。A 君がやつれ果てているのは、恐怖もそうなのだろうけど、もっと単純に、眠れていないからだと思った。24時間ずっと、うね、と、左耳に囁き続けられれば、眠れるはずもない。死ね死ね様は、死ねって言ってくるけど、無視していれば自然に消えるんだよ、と、教えてあげたんだ。でも A 君は、首を横に激しく振って、違う、と言った。それから、ずっと消えない、とも言った。俺には、死ね、と聞こえた。じいちゃんには、死ね、と聞こえた。でも A 君には、うね、と聞こえたらしい。A 君は、うね、と、何度も繰り返し言ってくれたのだけど、俺の耳には、死ね、としか聞こえなかった。何年もしてから、L と R を聞き分けられないことと、同じ理由なのだと気がついた。普段から、死ね死ね、あるいは、チネチネ、という言葉を聞いていたから、正しい発音を聞き取れなかった。だから、死ね死ね様、の囁き声は聞こえても、今までは誰も姿を見ることはなかった。でも A 君は、死ね死ね様、の話題が、禁止された後に転校してきた子だったから、うね、の正しい発音を、聞いてしまったんだ。A 君の書いてくれた、死ね死ね様、は、顔面から直接手足が、伸びた、幼稚園児が描いた絵のようだった。幼稚園児の絵と違うのは、目の部分が異様なまでに鉛筆の、黒で、塗りたくられていたことくらいだ。顔から伸びる2本の手と足は、枯れ枝のように細かった。小学生の画力だから、恐ろしいとは感じられなかったけど、死ね死ね様、の姿を、必死で伝えようとする A 君の、
筆圧が、しねしね様、の姿の恐ろしさを、十分に表現してくれた。この大きな顔が左肩に、乗って、小さな手で左耳をつかみ、ね、ね、と、囁き続けるのだという。24時間、ほとんどずっとだ。たまに離れてどこかに行っても、眠っている耳を掴んで囁いては、起こしに来る。当時の俺は、眠れないことの辛さを、理解できていなかったから、恐怖よりも困惑の方が、大きかった。俺としては、しねしね様、のことを、なんとかしてやりたかった。けれども、よくよく考えてみたら、俺は何も知らなかったんだ。正体とか、対処法とか、そういうことの一切を、俺は知らなかったんだよ。一体何をしに来たんだよ、お前は。どうしよう、頼りないお兄ちゃんでごめんな。ということで、頼れるうちのおじいちゃんを、頼りにしたのだけど、うちのじいちゃんも頼りなかった。オラが村の神主なんだか、住職なんだかもわからない、神仏習合なじいちゃんも、頼りなかった。専門はお葬式で、妖怪退治は扱ってないと、素の表情で言われた。しねしね、あるいは、ちねちね、の話を、先に聞いておくことが唯一の、対処法だったんだよ。そうすれば、ね、の発音を、正しく理解することはできなくなるし、実害もなくなる。今まで実害がなかったから、他の対処法を探す必要もなかった。だから、A 君の不眠症に、現代的な方法では対応することが、できなかったんだ。現代的と言ったのは、A 君自身が解決法を、見つけたからだ。しねしね様、に取り憑かれてしまったなら、その小さな手が捕まるための、左耳を、切り落とせばよい。眠れないことに耐えきれなくて、台所の包丁を使って、小学生の A 君が、自分の左耳を切り落としたらしい。救急車のサイレンの、音が鳴り響いた。A 君が結構に及んだことを、知ったのは、一週間以上の後に、噂で聞いた。高校生、子供が知らなくていいことの一つだった。現代的とは言い難い A 君の、対処の結果。A 君の家族は遠くに引っ越してしまった。高校生だった俺が知ることのできる噂話は、そう多くはなかったけれど、幸せとは呼べない結末だったことだけは、確かだ。街を遠く離れたせいか、左耳を切り落としたせいか、もう囁き声が聞こえなくなったことだけは、小学生の弟捨てに知ることができた。A 君の両親が離婚したことも知った。差出人の名字が多分母方のせいに変わってた。しねしね様の正体について、詳しく知ろうとすることは、神主だか住職だか、わからないオラが村の神仏集合なじいちゃんに止められた。しねしね様は、簡単に言えばたたり神の一種だ。悪意を持って、人間を傷つけに来るわけではないのだけれど、接触を持つこと自体が、有害、そういうものが世の中には多々あるらしい。幽霊、妖怪、悪霊だのに関わらず、ヤクザに麻薬、いくらでも世の中にはある。だから、触らぬ神にたたりなし、厄介ごとに首を突っ込むな、そういうことだと諭された。どこかの山にこもってひたすらに、修行し、生涯をかけて挑むだけの、覚悟がないなら、やめとけ、と普通に言われた。そういうわけで、しねしね様、は、未だに元気している。時間が過ぎて、もう古くなったニュータウンの、人たちは、未だに何か、おかしい。ちね、でも、しね、でもない、どんな発音を耳にしているのかは、たまに気になる。でも、絶対に知りたくはないとも、思う。
なんか撮ったぜ。特殊清掃の仕事をしていた時期があって、死人の出た部屋やペットの死体処理から、ゴミ屋敷の撤去まで、やる仕事は様々だった。死人の出た部屋とゴミ屋敷に関しては、依頼人がそこでまた住もうとしたり、中の家具や物を使おうとはしないものだから、家の中を空にする残置物撤去も合わせて、受注することがほとんどだった。自分のいた会社は、契約書上はその中にあるものの所有権が、すべて法人に移譲されるから、いざ作業を始めると、必ずと言っていいほど出てくるお金や貴金属は、お客に返す必要がない。会社の社長は処分費用でお金をいただく分、思い出の品やお金は、返したいという考えがあったから、営業担当や作業員にもその教えを、徹底はしたけれど、実際に現場に出る作業員たちは、大体見つけたものは、自分のポケットに入れるようだった。自分も200万円を見つけたことがあったけれど、欲を理性で押し込めるのは、本当に大変なことだった。休日に営業担当から電話があり、市内の首吊り自殺があった2階建て住宅の、特殊清掃と残置物撤去の、依頼が入ったと伝えられた。その時自分は作業員兼事務員として、2年ほど働いていたから、現場責任者として、今回の現場に当たってくれとのことだった。ゴミの量や状況を確認すると、だいたい作業員4名と3日あればできるとわかり、それを伝えると日取りを決めた。老人の一人暮らしで、生活費がなくなり身内にお金の無心も、しづらかったゆえの自殺だったらしくて、それを聞いて少し悲しくなったけれど、作業員も気心の知れた40代の先輩や、よく外注を依頼するアルバイトのおじいさんだったから、安心して計画を立てることができた。作業初日に物件内に入ってみると、死臭はあまりなかった。営業担当が見積もりの時に、窓を開けておいてくれていたようだった。中の家具や生活用品も、電話で聞いていた通りで、そのまま2階の自殺死体があった部屋に入った。他の部屋に比べると、やっぱり死臭はあったけれど、それでも我慢できない匂いではなかった。床を見ると、ドアの内側のすぐ下に、黒とも茶色とも言えないシミができていて、ドアの上辺には紐の擦れた跡があった。ドアのノブはひん曲がっていて、どうやって自殺したのかが、容易に想像できて物悲しかった。他の作業員の方も入ってきて、首吊りしたな、だとか言っていたけれど、手慣れた様子で使う洗剤を選び始めていた。二日目は特に問題なく進み、先輩が九段のシミを薬品で落としたり、消臭作業をしている間に、他の方と残置物を運び出しては、トラックに詰めていった。3日目の午前中にはほとんどの作業が終わっていた。庭の広いお家だったことと、塀に囲まれていたこともあって、お昼はそこで食べようということになり、先輩ともう一人が、普通車でコンビニへ買い出しに向かった。外注のおじいさんと二人で、のんびりお茶を飲みながら話していると、10分後くらいに、突然おじいさんの顔色がだんだん悪くなり始めた。顔面蒼白で油汗を流し始めたあたりで、背中をさすってあげたけれど、そのまま吐いてしまい、ぐーとうなり始めた。病院に行きますか、と声をかけても、返事がなくとにかくうなり続けていて、救急車を呼ぼうと携帯を出したら、またおじいさんがゲー、ゲーと餌付き始めた。少しパニックになったけれど、背中をトントン叩いて、吐いた方がいいですよ、みたいに声をかけていたら、おじいさんの口が目につき手を止めてしまった。口からは何かが出かかっているようで、浅黒いものが見え隠れしていた。おじいさんが餌付くたびに、少しずつそれが出てきて、何回か繰り返していくうちに、それが何かわかった。それはロープだった。
すべて出し切る頃には、自分は傍らで立って、ロープを眺めていることしかできなかった。50センチハールロープで、先がボソボソになっていて、途中でちぎれているようだった。どうなったらお腹の中に、そんなものが入るのか、自分には訳がわからなかった。大丈夫ですか？と声をかけても、おじいさんは、知らない、知らない、と、油汗を垂らしながらうつむいていた。それからすぐ普通車が戻ってきたので、慌てて先輩を呼びに行くと、走って様子を見に行ってくれた。後からついていくと、先輩は吐き出されたロープを眺めており、少し黙ってからおじいさんの方を向いていった。なんか取ったね。おじいさんは、ぎょっとしたような顔をしたけれど、返事はしなかった。先輩は自分に、おじいさんのポッケを探れと指示して、先輩はおじいさんのカバンをまさぐっていた。少し手で追いやられたけど、負けじと探っていたら、胸ポケットに何か硬いものが入っていた。出してみると、今は使われていない、聖徳太子の1万円札が数枚と、指輪やネックレスが入っていた。先輩がおじいさんの胸ぐらを掴んで、窃盗だぞお前。と言い、お前もう帰れ、二度と来るな、っていう感じで、カバンと一緒に押し合った。おじいさんは青い顔のまま歩いていき、堀の向こうに見えなくなった。作業が終了して事務所に戻ると、先輩が社長に、胸ポケットから出てきたものを渡して、事情を説明していた。ロープの下りは、説明していなかった様子だったので、自分も言わないでおこうと決めた。社長はすぐお客に電話をかけて、あったものを伝えて届けに出かけた。それから今回のことをいろいろ想像したけれど、200万円を盗まなくてよかったと思った。ムーンチョコ。5年生の時だ。俺は当時、川崎の方に住んでた。今でこそ少しは綺麗になったが、昔はなあ、工業地帯の真ん中で、大中小の工場が、立ち並んでてな。海なんか、ありえない色をしてて、ひどい匂いだったな。で、俺は、そこの商店街の通りに家があった。いや、俺の家は工場じゃなく、親父は郵便局に勤めてたから。あの頃はゲームなんてなかったから、子供はみんな外で遊んでた。公園とかでボール使っても、そこまで、うるさく言われることもなかったし。あと、あちこちに駄菓子屋があった。5円とか10円で買えるものがあったし、くじがついてて、当たればもう一個ってのも多かったな。で、小学校の学区にある駄菓子屋は、全部知ってるつもりだったんだが、いつも遊んでる同学年の、木だってやつが、新しい駄菓子屋見つけた、って、学校の帰りに行ってきた。そんなのねえだろ、あるんだよ、これから行こうぜ、ってことで、ランドセル背負ったまま木田についてった。通学路から外れて運河の、橋を渡り、ゴミゴミした中小の工場街に、出た。あちこちからギーギー、ガンガン、何かを加工する音が聞こえてくる。こんなとこに駄菓子屋なんかねえだろ。子供なんて来ないとこだ。俺はそう言ったんだが、木田は先に立ってずんずん歩いて、金属と薬品の匂いのする小道に入ってった。多分溶接とかメッキを、やってたんだろう。で、あれだ、って指差した先に、〇〇発動機、って看板が、見えたんだ。駄菓子屋じゃねえじゃん。バラックみたいな建物だったが、まだそういう家は、結構あった。そこはガラスと4枚分くらいの店で、下がコンクリ。中は3分の2が工場みたいで、いろんな部品や工具があって、自動車の半分くらいもあるでかい機械が、見えた。その店の右側の壁に、確かに駄菓子が積み上げてある。くじとかスイカ、ふ菓子とか。
どこにでもあるようなのが申し訳程度に。ああ、つまんねえと思った。こんな30分もかけて、歩いてくるようなとこじゃねえ。いや、ここにすげえ歌詞がある。木田はそう言い、機械のそばにしゃがみ込んでる大人に。また来た。ムーンチョコをくれ、って話しかけた。そしたらその人が振り向き、顔を見て驚いた。金属のお面を、つけてたんだ。当時はわからなかったが、溶接の時に火花が目に入らないようにするやつだ。その人が立ち上がると、小学5年の俺らより、少し大きいくらいしかなかった。くぐもったような声で、あいよ。と、いい。棚にある金属の缶を開けた。ムーンチョコ2つ、と木田が、言って40円出した。するとその人は、ほら。と缶の中から、金紙で包装した10センチくらいのを、出して、木田に渡したんだ。これがすげえうめえから、お前も買え。一旦外に出て見せてもらったが、メーカー名とか何もついてなくて、ただ青い字で、ムーンチョコ、とだけ書いてある。木田はせわしなく銀紙を破ると、中のかりんとう型のチョコの、半分を俺にくれた。半信半疑で食ってみた。そしたらなぁ。これが本当にうまかったんだよ。いや、未だにあんなの食ったことがねえ。チョコの中にドロッとした液体が、入ってて、舌がとろけるみたいだった。こやすげえ、と思い、俺も2個買った。で、むさぼるように食ったんだよ。木田は食い終わって包み紙を、開き、手のひらの上に、何か青い切手みたいなのを、2枚乗せ、1枚ずつ火に透かしてみてる。なんだよそれ。くじのカードだよ。こうやって月の景色が見えれば、当たりなんだよ。な、おじさん。鉄のお面のおじさんは僕らを、見てうなずき。そう、当たりが出れば月の世界に、ご招待。なんて言うんだ。俺も自分のに言ってたのを、透かしてみたが、ただの青いセロファンだったな。それから俺は、おじさんがいじってた機械に、興味を持ち、それ何？って聞いてみた。そしたら、宇宙船だよ。もうほとんどできてるんだが、まだ心臓部がない。そう言って、機械の中央部分を手袋の手で刺した。その部分だけ金属じゃなくて、丸い、薄青いガラスのボールがついてた。バスケットボールよりやや大きいくらいだな。これが心臓部？そうだ。でも、宇宙船はさすがに冗談だと思った。あの頃の小さい自動車の半分くらいで人が乗れそうなスペースはなかったから。おじさんは続けて。ムーンチョコ美味しいだろ。外国から取り寄せてるんだ。僕たちの学校でも友達に教えてあげてよね。で、それから帰ったんだが、みちみち、木だと。あやすげえ歌詞だ。外国製ってのは本当だろうな。明日から毎日来よう。仲間を連れて来ようぜ、そう話し合った。翌日、早速木田と二人連れて行ってみた。で、全員が3個ずつムーンチョコを買って食ったが、みんな大感激してな。小遣いが続く限り買いに来る、って言った。うん、仲間はどんどん増えて、20人くらいが毎日駄菓子屋に行ってた。ムーンチョコが売り切れるのを心配したが、おじさんが缶を次々奥から出してきた。あと、組み上げてる機械は、だんだん完成に近づいてるみたいで、あっちこっち出っ張ってた部分が、滑らかになってきてた。それから1週間後くらいかな。その時も10人ほどが駄菓子屋にいた。そしたら藤島ってやつが大声で、ああ、月の景色だーって叫んで、あのおまけのカードを見てたんだな。俺はそばにいたんで、見せてくれ、ひったくるようにして透かしてみたが、やっぱただの青いセロファンだった。嘘つくなよ、俺がなじると、おじさんが、僕、月の景色ってどんなだった？
と聞き、藤島は勢い込んで、アメリカの旗が立ってた。アポロのやつ。って答えた。するとおじさんは、ああ、当たってる。そう言って、藤島に名前と住所を、紙にメモさせた。後で景品が、自宅に送られてくるってことみたいだった。で、その翌日の朝だ。まだ夜が明けてない5時頃、藤島が自宅から離れた湾岸道路にいて、ひき逃げにあって死んだんだよ。トラックだったみたいで、体がバラバラになってたそうだ。残念ながら目撃者は、なかったが、そこを通る大型車は限られてるし、犯人は、すぐ捕まるだろうって、うちの父親が言ってた。このことを担任から聞いたときは、ショックだった。けど、その日の放課後も、あの駄菓子屋に大勢で行ったんだよ。ムーンチョコの中毒みたいになってたのかもしれん。けど、店の戸がぴったり閉じられてて、ガラスには黒い紙が貼ってあり。閉店しました。ごめんなさい。って札が下がってたんだ。そこに来た全員、藤島が亡くなった知らせを聞いた時より、ショックを受けた。もう、ムーンチョコが食えねえんだから。やっぱ中毒みたいになってたんだな。あと、藤島の葬式がなかなか行われず、それは遺体の頭が見つかってないせいだって、噂が流れたんだ。結局、5日ほど経って葬式があり、同じクラスで仲が良かった俺も、言ったよ。でな、俺はムーンチョコが諦めきれず、それからも毎日その駄菓子屋に行ってみたが、ずっと閉まったまま。10日目くらいかな。今日で最後にしよう、そう思って一人で出かけた。そしたら、店の中が何か光ってるみたいで、ガラスに貼った黒い紙が時々白くなる。なんだろう？黒い紙の下の方にわずかな隙間があるんで、俺は這いつくばり、そっから中を覗き込んだ。あの機械が見え、ババッと光を発してた。でな。前に機械の真ん中に、ガラスのボールがあるって言ったろ。そん中に人の顔があったんだ。藤島だ、と思った瞬間。顔が目を開けた。俺は後も見ずに逃げ出したよ。いや、狭いとこからちらっと見ただけだから、見間違いだろうと思う。そんなバカなことがあってたまるわけがねえ。それから2週間ほどして、恐る恐るまた行ってみたが、店の建物そのものがなくなり、針金で囲まれたから地になってたんだ。あと、藤島を引いたトラックは、いつまで経っても見つからなかった。あれから50年になるから、とっくに時効だ。まあ、こんな話なんだよ。それと、これは関係あるかどうかわからねえが、そのあたりの時期に、港に近いとこの化学工場で、爆発が起きて、夜が昼間みたいに明るくなったことがあった。死傷者は、いなかったみたいだが。でな、俺はどうしても、藤島の死と、奴が月の風景のあたりを、引いたことを、つなげて考えてしまってな。女勇者に助けられた件？怖い出来事や心霊現象に遭遇した時って、自分の好きな漫画本や小説を、そばに置くといいよ、と、友達から聞いたんだが、ガチだったんだな。アパートで生活してるんだが、金縛りばかりに合う。大学で特に友達付き合いにも不満はないし、ストレスなんて皆無なのに、頻繁にそれは起こった。そのせいで講義中も、ぼーっとすることが多くなったし食欲も激減。寝るのが怖いくらいだった。今日もまた金縛りに合うのかな、と、
団の中に潜るが、今度は金縛りにプラスアルファで出やがった。顔が真っ白で青い着物を着た女の人が、目の前にぼーっと映ってる。目が真っ黒でどこを見てるのか。突如俺の布団に手を入れて、俺の手をぐっと握ってきた。でもって俺をぐいぐい力強く引っ張る。夢の中とはいえ怖くて怖くて、必死に抗おうとするも体が動かない。体をジタバタさせて暴れようともがいたら、やっと目が覚めた。もう体中汗でびしょびしょだった。そして、金縛りの度に現れるようになった、青い着物の女の幽霊。俺の手をぐいぐい引っ張ることもあれば、俺が寝てる布団の周りを、ぐるぐる歩き回るだけの時もある。そして無表情で俺を見下ろしているだけの時も、怪我をしている部分を、思い切り握られたこともある。夢の中でも痛かった。こういうことが頻繁に起こるようになり、一人でトイレに行くのも億劫になり、ストレスも限界になった。お払いをしてもらおうと、近場の神主さんに相談しても、霊なんてついてないようだけど、と言われ、一応お払いはしてもらった。改善せず金縛りは続いた。元気がなく若干やつれ気味で、講義を受けてると、友達が、わざわざ心配して相談に乗ってくれた。神社とかでお祓いしても、金縛りが全然取れなくて、着物の幽霊が、部屋を徘徊してる夢ばかり見ることを、素直に伝えた。すると友達は、そういう時は自分の大切にしているものを、枕元に置いたりしておくといいかもな、と、アドバイスしてくれた。大切なものといってもお守りとか、その手のものは家には一切ない。大切なものって言われてもなぁ、と悩んでる際に、例えば自分の好きな漫画や小説とかでも、いいんじゃないかな、と言われたので、とりあえず試してみることに。で枕元に自分の好きな小説、わしおすみは勇者である、を、置いて寝ることにした。しかし金縛りは相変わらず起きて、何も効果がなかった。当然、気を紛らわせるための行為でしかないのもあるし、それがお守りだろうとなんだろうと、効果なんぞ最初から期待してなかった。相変わらず青い着物の女性が、俺の寝てる周りをうろうろして、冷や汗で目が覚める。で、ある日夢に変化が訪れた。夢の中で青い着物の幽霊が、俺の真横で正座して座ってる。こんな間近に来ることなんてなかったのに。そして、似たー、と笑った後、俺の首を絞め始めた。体が動かないし夢の中なのに苦しい。ああ、と、何を言ってるのかわからない声で、俺の首を絞める女。振りほどけないし、早く終われ夢、と、祈っても目が覚めない。しかし、なぜか急に女の首を絞める力が、弱まり息苦しくなくなった。ギャララー、と、着物の女が目の前でもだい始めた。よく見ると、着物の女の体に、矢みたいなものが刺さってた。苦しみながら徐々に消えていく着物の女。そして目の前に現れたのは、どこかで見たことのある女の子だった。よく見ると、枕元に置いた小説の主人公の女の子、わしおすみだった。着物の女が消えたのを確認すると、俺のところまでスタスタ歩いてきて、笑顔で微笑んだ。うっすらとその子も消えかかっていて、その最中に俺の頭にそっと手を乗せて、遅くなってごめんなさい。あと、この本は、燃やしてください。と一言言い残し消えた。起きると相変わらず汗でびっしょり、まだ朝の3時だったので、もう一度着替えて寝ることにした。
小説の表紙を改めて見直し、効果があった、と喜んだ。こんなことってあるんだなぁ、と。再び眠りについたら、金縛りには全く合わず、ぐっすりと眠れた。おかげさまで講義に遅れる始末。後日、友達に改めて礼を言った。へぇ、本当に効果あるんだなぁ、と。適当に答える友達だったが、俺はひたすら礼を言い続けた。もともとハマった小説だし、今後もお守りとして枕元に置こうと思った。夢の中で炭の、燃やしてください、の言葉を忘れて。一週間くらい経って大学のコンパに参加した。酔っ払って家に帰り、そのまま布団に寝そべり寝ようとした。そして一週間ぶりに感じる嫌な感覚。再び金縛りに襲われてしまったのだった。夢の中で、なんで、と叫んでいた。炭が助けてくれたはずなのに、と。しかしそこに現れたのは着物の女ではなく、一週間前に俺を助けてくれたわしお炭だった。しかしあの時の笑顔はなく、青白い表情で目が真っ黒。以前俺に付きまとった着物の女と、同じ雰囲気だった。無言で俺の上にまたがり、首を絞めようとしてくる。体が動かずにどうしようもなく、再び苦しみもだえるが、首を絞めながら炭が涙を流してた。そして小さい声でぼそっと。早く、本、燃やして、じゃないと、と喋った直後、目が覚めた。そして我に帰って、炭の最初の言葉を思い出し、俺は最初に行った神社に、小説を持って向かった。神主さんにそれを説明した後に小説を渡すと、可愛らしい表紙だけど、なんかついてるかもなこや、と、表情を歪めた。結局お祓いしてもらい、お焚き上げしてもらうことになった。その後金縛りに会うこともなくなった。神主さん曰く、思い入れの強いものが、守護してくれる時があるらしく、それが具現化して、悪霊を本に封じてくれたんじゃないかと。神主さんも詳しくは何とも言えない、と言っていたが、俺もそう思うことにした。後日小説を買い直して枕元に置いてるが、金縛りに合ってないが、夢の中でぼそっと一言耳元で、よかった、と安心するような声がした。それ以降その手の夢は見てない。決して宣伝とかじゃなくて、金縛りとか不幸に悩ませられることがあったら、自分の大事にしてるものを枕元に置くとよい。という例だと思って読んでほしい。それでは。笹生神社。私が小学校2年生くらいの頃の体験。当時夏休み真っ最中でしたが、親がどこにも遊びに連れて行ってくれなかったので、大変暇でした。ですので、仲の良かった友達を電話で、呼んで、適当に何かして遊ぼうと、思ったんです。しかし、夏休みなので友達が旅行中であったり、帰省中であったりと何かしらの、都合があって、結局、二人くらいしか集まりませんでした。人数は少なかったのですが、私の家に集まって仕方なくその友達らで、どんな遊びをするか話したんです。以下の会話は当時の記憶をもとに、一部補っている部分があります。私、何して遊ぶ？友達 A、ゲームする？友達 B、せっかく集まったんやから、ゲームはないやろ。外で遊ぼう。でも、この人数やし鬼ごっことか、かくれんぼとかもおもろくないで。じゃあさ、あそこの山で探検する？あそこの山とは、私の家の近くにある山の、ことです。
その山は私の住んでいる地区の中で一番大きな山で、稀に登山する人がいるくらい大きな山です。しかし、そこは子供だけでは危険だから入るなと、地区の大人や母に忠告されたことがあったので、最初は反対しました。しかし、友達二人が、あの山、あんま人いいひんから、バレへんって、と強引に押されてしまったので、不安半分、好奇心半分で、あの山に探検することになりました。一応、家に戻って親にバレないように、ジュースやお菓子、軍手などを、リュックに入れて装備し、あの山のふもとに集まりました。ふもとに集まった時点で空が、微妙に曇り、暗くなってきたので、探検をやめようかと思いましたが、友達二人は、頂上で、叫ぼうぜ、と盛り上がっていたし、それに自分が友達と遊ぼうと、誘った本人ですので、探検をやめたいなんて二人には、言えず、そのまま頂上を目指して、山に入りました。いざ山に入ると、山道は険しくて尖った岩や、枝が、半袖半ズボンの私の、肌に当たって大変でした。友達二人も最初は楽しそうに、やべえわら、すげえわら、とか、言ってましたが、疲れた、頂上まだ?と、自分の疲労を訴えるようになりました。それでもめげずに歩き続けると、結構開いた場所が見えたので、そこでお菓子休憩を、することにしようと、友達二人に言いました。よっしゃ、あそこに一番に着いたら、お菓子を送っていいで、と言って、A は先ほどあんなに疲れたと、言っていたのに、すごい勢いで走っていきました。私は B とアホやと言いながら後を追います。すると A が、すげえ、と叫んだので、何事かと思いながら A の元に、向かいました。私たちが開けた場所着くと、A が叫んだ理由を知りました。そこにはあるものがあったのです。それは神社でした。その神社は赤や黄色、青などの、様々な色を、していました。それにお賽銭の箱らしきものの、側面は、鹿の頭がついていたり、鹿の頭の剥製みたいなあれ、神社でよく見る大きな鈴に、大量の短冊がついていたり、と、普通の神社ではありえないような、作りをしていました。さらにおかしいのはその大きさです。目測で周りの木よりも大きく、東京でよく見る高層ビルと同じくらいでした。普通そこまで大きいと、山のふもとからでも目立つと思ったのですが、そんな建物を今までに見たことはありませんし、見えませんでした。すげえ大きいやん。こんな大きいのいつから建ってるんやろ?この山、家の近くにあるからいつも、見てるけど、こんな大きい神社見たことないで。こんなに大きいと目立つのに、なんで話題にならんのやろ?しばらくは神社の周りで、すごいなどと驚いていましたが、A が、中に入ろうぜ、と言ったのです。こんなに面白い建物なのに、入らないのはもったいないと。私は面白い建物というよりかは、変で気味の悪い建物だと思ったので、入りたくはないと A に言いました。B も私と同じ意見で、A に、勝手に入るのは犯罪やし、絶対やめた方がええわ。なんか嫌な感じがする、と言って止めようとしました。が、A は私たちに行き来なしと、言って、私たちの静止を聞かずに、中に入ってしまいました。A は神社の中で、お前ら来いよ。金色の仏さんがあるで。いくらするんやろ?いや、イノシシの剥製がある、と、興味深いことを言っていました。私は中に入ってみたくなりましたが、B が言った、嫌な感じがする、という言葉が妙に頭の中に残り、気味悪くなったので、そこで A の様子を見ていました。それから、ちょっと時間が経った頃に、A が、階段がある、登ってみるわ、と、言い、そのまま階段を上がってしまいました。私たちはお菓子を食べながら、A が飽きるまで待っていました。しかし、どれだけ待っても、降りてくることはありませんでした。B と辛抱強く待ちましたが、どんどんと日が暮れてきました。
もう家に帰らないといけない時間です。しびれを切らした私と B は、仕方なく神社の中に入って、A を引き戻すことにしました。中に入ると、私たちは驚きました。外の奇抜な装飾と違い、中には何もなく、木の床と柱くらいしかありません。A が言った、イノシシの剥製や、金色の仏さんなんてなかったのです。私たちは、なんや、あいつ、嘘つきやないか、なんもないやん、と怒っていましたが、重大なことに気づきました。階段がないのです。A が登ったはずの階段が、私たちは部屋の隅々まで探しましたが、そんなのありませんでした。何もない部屋で A は何を見ていたのでしょう。どういうことや、なんで階段がないんや。でも、それやったら A はどこにいんの？私たちはそこで A の名前を叫びましたが、A の声は返ってきませんでした。もしかしたら、A は階段を片付けて上に行ったかもしれない。嘘をついたのは私たちの関心を引きつけるためだと、無理やり納得して、神社の外でもう一度、A を待つことにしました。外に出ると、異変に気づきました。神社の様子が大きく変わっていたのです。鹿の頭のついたお賽銭箱や、短冊のついた鈴、カラフルな神社の外見がなくなっていました。最も大きな変化は、高層ビルほどの大きさだったのに、周りの木と同じくらいの高さにまで、小さくなっていたことです。私がただごとでないとパニックになっていると、ゴゴゴゴ、と、地鳴りがしたのです。私はありえない出来事の、数々に、今度こそ怖くなって、うわーあーと言いながら、神社から離れようとしました。すると、B が、神社沈んでる、と私に、向かって叫びました。意味がわからないと B に言うと、よく見ろよ、神社が地面に埋まっとる。A が生き埋めになる、と言って A に出てこいと叫んでいます。確かによく見ると、神社が少しずつですが、音を立てて沈んでいます。私も友達 B と同じように、出てこいと叫びましたが、一向に出てくることはなく、ゴゴゴゴゴゴゴ、と、音が鳴るばかりでした。私は中に入って A を、探そうとしましたが、入り口がどんどん地面に沈み、小さくなるのを見て、おじけづいて中に入れませんでした。結局、私たちの呼びかけも虚しく、A は神社の中から出てこずに、神社は完全に地面に、消えてしまいました。あとは、ところどころ沈んだ場所があるだけでした。私たちは急いで山を降りて、山と距離が近い私の、家に走り込み、家にいた父に今までのことを、話し、A を助けてほしいと言いました。父は私たちの頭を、叩いて、バカ野郎と叱った後に、こんなことを言いました。A って誰だよ。私は唖然としました。父が A を知らないはずがありません。なぜなら、A の父とは旧知の仲ですし、A と私がよく私の家で遊んでいることも、家族全員が知っていたからです。私は、冗談言わんといて、A の命がかかってるねん、と、必死に訴えましたが、父は知らないの一点張りで、ボケてるんだというばかりです。さらに驚いたことに、友達 B がこんなことを言ったのです。え？なんやそいつ。っていうか、俺が普通に山で探検してたら、お前が急に走り出して、いきなりバラすんやもん。ほんとビビってんけど、大丈夫か？私はもう頭がぐるぐる回って、わけがわからなくなりました。自分がおかしいのか、みんながおかしいのか。あそこで見た光景は、何だったのか。それからあとは父に怒られ、一人で帰るのは危険だからということで、私の母が B の家に、
送っていくことになりました。以上が私の体験談です。今こうやって書き出してみると、嘘つきの書いた話みたいで、本当にあったのか自分でも、信じられなくなってます。しかし、今でもエイトの思い出は、しっかりと残っていますし、私の妄想でもないと思うのです。ついてきた半ニャメン。私が小学1年生の夏、北海道の、大パパ大ママから連絡があった。夏休みを利用して、10日ほどこちらへ遊びに来ないか。お兄ちゃんと私ちゃんだけで。大パパ大ママは私の種父の親で、血のつながった祖父母だったが、それまで北海道旅行に何度も行ったことはあっても、実際会うのは初めてだった。種父とは私が2歳の頃に離婚したらしい。そんな手紙とチケットが届いたので、母は1回くらいはと私と、小学4年生の兄を2人きりで飛行機に乗せ、北海道札幌市へ送った。大パパ大ママはとても優しい人だった。母方の祖父母より若く、洋風な暮らしをしていた。大パパの書斎には、マトヨーシカとビー玉、大きなエレクトーンがあり、お茶の時間にはコーヒーを豆から引いたり、紅茶にはハート型の砂糖を入れたりと、何もかもキラキラして見えた。大パパ大ママも、ずっとここにいてもいいんだよ、なんて言っていて、私は物珍しさからはしゃいでいた。ただ一つ気になっていたのが、玄関にかかっていた2つのお面、おかめとハンニャ。洋風な家に、なぜそんなものがかかってたのかもわからないし、とにかく家を出入りするたび、ハンニャの面が気になり、私たちがいる間だけでも外してくれと懇願するも、この辺りのしきたりだから、と、聞き入れてはもらえなかった。明日の飛行機で東京へ帰るという日、その日も大パパ、兄、私の3人で、お風呂に入っていた。私が先に上がり、大ママに、頭と体を拭いてもらうのが、このお泊まり期間の慣習になっていた。なのでその日も大ママを呼んだが、なぜか一向に現れない。不思議になった私は濡れた体もそのまま、なぜか書斎へ探しに行った。ドアを開けると、女性が立っていた。大ママはショートヘアなのに対し、その人は背中に届くロングヘア。夏なのに薄緑のカーディガンを羽織って、ふくらはぎ丈のスカートを履いていたのを、覚えている。しばらく呆然とそれを眺めていると、女性が振り返った。その顔には玄関にあった。半ニャの面がつけられていた。ほんの一瞬、半ニャ面の女と見つめ合っていたが、次の瞬間それは機械的な動きで、大股で私に迫ってきた。そこで記憶は途切れ、次に目を覚ました時私は布団に寝ていて、大ママに、寝ぼせたのよ、とだけ言われた。翌朝は何事もなかったかのように帰り支度をし、お土産を持たせてもらい、最後の観光をした夜、再び兄と2人きりで飛行機に乗った。搭乗前に、また来年おいで、今度はスキーをしよう、と言われたので、兄にそのことを言うと、もう行くのはやめよう、と言われた。最後にあの家を出た時、ハンニャの面だけ外されていた。それを見てから飛行機で話しかけるまで、兄は一言も言葉を発していなかった。次にあれが身の回りに現れたのは、兄が中学に上がってしばらくした頃、その当時私はピアノを習っていたが、母子家庭でお金がないため、家にキーボードの一つも置けなかった。それを知った大パパ大ママが、書斎にあったエレクトーンを突然送ってきたのだ。
ご縁がありますように、という手紙とともに。私は背が低かったので、下の段の実を使ってピアノの練習をしていたが、私が5年生、兄が中学2年生の時、突然音が出なくなった。何をどうしても音が鳴らないので、業者に引き取ってもらうことになったが、その引き取りに来る30分ほど前に突然、今度は鳴るようになった。何が何だかと思いながらも、引き取りのキャンセルは無理だったので、最後に使ってなかった冗談で、一曲弾こうと蓋を開けると、鍵盤の間に長い紙が挟まっていた。大ママはエレクトーンを送ってくれた当時も、ショートヘアで、母はずっと茶髪で、私も長さはあったがここまでではない。ずるずると伸びてくる長い髪を、すべて出し切ってゴミ箱に捨てた頃、業者がやってきた。兄はその夜、高熱を出した。その日から兄はしきりに、幽霊が見える、というようになった。夜寝ていると長い髪の女が覆いかぶさってくる。顔を洗っていると横から覗いてくる。金縛りやラップ音も、兄の部屋では日常茶飯事のように起きるという。母は、思春期にありがちなものと捉えていた。そのうち兄が高校に上がり、好きな人ができた。相手の女の子も兄が好きだったようで、周りから囃し立てられて、付き合うのも秒読みのような段階だったらしい。奥手というか古風な兄は、直接告白はせず、かといってメールで済ませるわけでもなく、この平成の時代にラブレターをしたためたそうだ。もちろん、兄しかいない部屋で、その手紙を彼女に渡したところ、放課後に激怒されたらしい。どうも封筒の中に長い紙が入っていたとか。手紙は嬉しかった。だけどあの長い紙を見たら許せなくなってきて、付き合う気がなくなった。怒りしか湧いてこない。などなど理不尽に不満を持たれ、結局付き合うこともなく破局したそう。その夜、兄は笑い声で目を覚ました。ベッドのすぐそばで、髪を振り乱してゲタゲタと笑う、般若の面をつけた女がいたらしい。その時兄は恐怖もなく、動揺もなく、ああ、こいつがいる限り恋人はできないのか、と、諦めの気持ちがあったという。それから現在まで、兄に好意を持つ人が現れても、恋人ができたことはない。私が19歳の時、地元を離れて、渋谷でアルバイトをしてた時期があった。その時出会った4つ上の男性に、猛烈に惹かれてしまい、もうアタックの末、交際することができたが、その男性が何やら縁がのある人だった。その男性は札幌市の出身で、小学生の頃エレクトーンを習っていた。が、家にはピアノしかなく、エレクトーンの練習がしたい時は、お隣の家がちょうどエレクトーンを持っていたから、弾かせてもらっていたそうだ。そのお隣というのは、玄関にオカメと般若の面を飾っていた。ある日彼がいつものように、エレクトーンを弾かせてもらいに行くと、そこにエレクトーンはなかった。ご縁のある子にあげてしまったの。と、その家の奥さんは言っていたそうだ。子供や孫のいる家ではなかったから、親戚にでもあげてしまったのだろう、と思ったらしい。ただ、そのエレクトーンがなくなった日、いつもあった般若面がなくなっていたとか、10年以上経って、同じエレクトーンを、入れ替わりで弾いていた人物が渋谷で出会い、なぜか惹かれて、交際していることに、自分のことながら不気味さが募り、結局その彼とはすぐ別れてしまった。これ関係あるのかわからないけど、別れた直後、腹部に激痛が走り、
病院へ行ったところ、とある婦人病が発病していて、私は妊娠できない体になっていた。そして現在、私は実家から離れた、都内の市に一人暮らししている。私が実家を出てから母は犬を2匹飼い始めた。そのどちらも、子犬の間は玄関に向かってよく吠えたという。玄関に何かいるように、体をこわばらせ、低くうなり、けたたましく吠えたのだとか。兄はすっかり見える人になってしまった。人から見たら風変わりな人間に見えるだろう。あの半ニャメンは今どうしているかと聞いたら、この数年は玄関に立ってるよ。外を向いて、もう何年も、誰の女友達も来てないでしょう。と、言われたのが、つい今朝方のこと。私は久々に実家に帰って、リビングでくつろいでいる。ソファーの隙間に、母のものでも私のものでもない紙が、挟まっているので、これからそれをゴミ箱に捨てる。半ニャメンは何者なのだろう。因果のようなものはあるのだろうか。偶然なのだろうか。いつかすべてわかる日が来るだろうか。階段階段。突然だが、階段階段って遊び、知ってる人いるか？検索してヒットしないから、多分俺の街だけの話なんだろうけど、それについてのシャレにならん話を一つ。俺がその遊びを知ったのは小学6年の頃だった。俺は普段、5年から同じクラスだった。ABC と男子4人でつるんでいて、クラスでは結構うるさい方だった。4人とも凝った遊びが好きで、秘密基地作りや、心霊関連ではこっくりさんなんかは序の口、近所の墓地に肝試ししに行ったりもしていた。まあ、普通のゲームとかもしてたけどね。階段階段の話はどこからともなく広まって、学年中の噂になった。もちろん俺たちは、どうする？やるか？そりゃ、やるだろ。って感じの軽いノリで、決行することに決めた。その、階段階段の概要は次の通り。学校の階段の一番上の踊り場、つまり屋上へと続くドアのある踊り場に座り、その一つ下の踊り場からの階段の段数だけ、順番に階段を語っていく。一つ階段を語るごとに、何か、が一つ階段を上がってくる。それが自分たちの踊り場まで上がった時、世にも奇妙なことが起こるらしい。途中で止めてはいけない。それが登り切るまで、階段の下を覗いてはいけない。他にもいくつかルールがあるんだけど、細かいからとりあえずカット。ちょうど、百物語とこっくりさんを、混ぜ合わせたような遊びだ。仲良し4人組に加え、話を聞いた女子の D ちゃんを加えてメンバーは5人。噂が大きくなるにつれてこの話は先生の耳にも入り、階段階段は固く禁止されていたため、決行は日曜日にこっそりと行われることになった。決行当日、俺らは2つ3つの階段を用意して学校に集まった。女子の面前カッコつけたい俺は、ABC をちびらせるような怖い話を、本を漁って探したのを覚えている。5人が集まり、早速屋上に続く階段に向かい、踊り場までの段数を数える。12段だった。お前ら、ビビってねえよな。当たり前だろ。なんて余裕しゃくしゃくの俺たち。D ちゃんも案外肝が据わっているようで、ほとんど怖がっている様子はなかった。ほこりっぽい踊り場に座って輪を作り、始める体勢を作る。俺の座る位置は、階段のすぐ近く。つまり階段に背を向ける形だった。ほんの少し嫌だったが、カッコつけたい俺は何も言わなかった。そんなこんなで、階段階段は始まった。語り部は、A、B、C、
俺、D ちゃんの順番。俺含め、用意してきた階段は皆それなりに怖く、一周回った時には、少なからず皆背筋に冷たいものを感じていた。時々、お前怖がってんだろ。という茶化しが入るが、なんとなく勢いもなくなっている。D ちゃんも少し不安そうだった。休日の学校は、心なしかなんだか薄暗い、不気味な雰囲気に包まれながら、俺らの階段は2周目に入った。A の階段が終わる。ルール通りならこれで6段目。あと半分だ。誰もがそう思っていただろう。その時。ギシッ。と。確かに音がした。思わず顔を見合わせる俺ら。気のせいだろ、とは誰も言えなかった。正直この時点で俺はかなり帰りたくなっていた。他の奴らもそうだろう。しかし、ルールに、途中でやめてはいけない、とあるので、そういうわけにもいかなかった。やめたら、どんなことが起こるかわからなかったから。B が階段を始める。すると、急に空気が変わったのを感じた。重苦しく、何かに閉じ込められたかのような雰囲気。やばい、これは多分本当にやばいやつだ、と、俺含め全員が思った。B の階段が終わる。ギシッ。俺の背後でまた音が鳴った。あと5段。登り切った時、何が起こるのか？もはや誰も強がりを言う奴はいなかった。D ちゃんはほとんど半泣きだった。C の階段が終わる。ギシッ。気のせいじゃない。確かに聞こえる。背後に何かがいるのを感じる。俺の前に座る A は、必死で顔を伏せていた。おそらくすでに顔を覗かせているだろう。それ、を、見ないようにしているのだろう。次は俺の番だった。俺は必死の思いで、用意してきた階段を語り出した。その時。気づいてるんでしょう？と。真後ろで女の声がした。思わず息が止まった。誰かがヒット声を上げる。隣では D ちゃんがおえつを上げていた。しばらく沈黙した。どうすればいいのかを考えたかったが、頭がうまく回らない。俺は続けるしかないと思った。途中でやめるのを禁止されている以上、それ以外に考えつかなかったから、声を震わせ、何度も突っかえながら、俺の階段が終わる。ギシッ。あはは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 は。階段を登る音とともに、急にどこからともなく大量の笑い声が起こった。後ろで女が手をパンパンと打つ声も聞こえる。もうみんなが泣いていた。次の D ちゃんはつっかえつっかえ、短い階段を10分以上かけて話した。もはや誰の耳にも内容は届いていなかった。ギシッ。あと、2段。女の声だ。あはは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 。汗が玉になって吹き出すのを感じた。もう、ほんのすぐ後ろまで来ている。階段を登る時の絹ずれの音が聞こえるくらいに。A が語り出す。もうやめようぜ。と C が言った。え、でも？と A。いや、そっか。ダメなんだよな。ごめん。急に C が狂ったように、ごめんを繰り返し始める。その目はうつろで、正気を失っているようだった。もう C を構ってる余裕はなかった。D ちゃんが目をつむって耳を塞ぎながら、もう早く終わりにしちゃってよ。と言い、A は階段を始めた。相変わらずごめんを繰り返すだけの C。時々上ずるその声に遮られながら A の階段が終わる。ギシッ。あと、1段。あはは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 。あと1段。全員が早く終わることを願った。B が語り出す。
時間が異様に長く感じる。そして、ついに、最後の階段が語り終わった。タン、俺の右側に、それ、がついにやってきたのを感じた。俺含め、おそらく全員が目をつむり耳を塞いでいた。Cもいつの間にか黙っている。何が起こるのか。すると、フットバの雰囲気が元に戻るのを感じた。あれ?と思い、恐る恐る耳から手を離し、顔を上げた。楽しかった?いつの間にか俺らの作った円の中央、目の前にいたその女には、体中に顔が盛り上がるようにくっついていた。くすんだ花柄のワンピースから伸びる手、少しだけ覗く足、そして通常よりも二回りほど大きな頭。びっしり、でたらめに、いくつも、いくつも、いくつも。顔が一斉に笑い出したと同時に全員で立ち上がって逃げ出した C も正気に戻っている校庭まで走って逃げ。俺らは立ち止まった。やばかった。マジあれはやばい。みんなでマジ泣きしながら、改めて女の風貌を思い出して泣いていると。あれ?と、D ちゃんが屋上を指さした。見ると、例の女がこちらに手を振っていた。再び俺らは逃げ出し、A だか B だかの家に逃げ込んだ。それからあの女を見ることはなかった。この一連の話は俺たち5人だけの話となり、誰にも話はしなかった。他のクラスの奴らにも、階段階段に挑んだ奴がいるそうだが、そいつらがどうなったかまではわからない。いつしか俺らの間でもタブーの話となり、この事件は幕を下ろした。そして、この階段階段の噂の出所は、結局よくわからんまま今日に至る。ずっと気になってて、ついに今日、意を決し調べてみたんだが、何にも出てこなかった。というわけで、何らかの手がかりがないかと、このスレッドに書き込んだ所存です。似たような話があったら教えてもらいたい。優しいじいちゃん。この前一人で夜2時頃に風呂に入っていた時のこと。俺は風呂場に防水カバーに入れた iPhone を持ち込んで、湯船に浸かりながらシャレコアを見るのが日課になっていたんだが、その日は風っぽくてなんかだるかったから、さっさと上がろうと湯船から立ち上がって、伸びをしながらふと浴槽の上の換気扇に目を向けると、換気扇の中に、両手を換気扇のフィルターに貼り付けながらこっちをガン見している二つの目玉が見えた。あまりのことにパニックになって、うお、あー、とか叫びながら、換気扇のフィルターに、思いっきり昇竜拳を叩き込んだ。次の瞬間、立ち上がったはずなのに、なぜか俺は湯船に浸かっていた。換気扇を見上げても何もいない。しばらく換気扇を見上げながら、なんだ?ディオか?いや、どっちかっていうとバイカーダストか?とか、やけに冷静に思いながら湯船を見たら、湯船に人の顔が映っていた。プールとかで潜っている人を水上から見ても、なんとなく立体感があるだろ?でもそいつは違うんだよ。それこそ自分の顔が水面に映っているみたいに。輪郭はぼやけているし、全く立体感がない。でもそいつの両目完全に俺を見ている。もう何がなんだかわからなくて、そいつを見ながら固まっていると、今度は水面からスーッと白い腕が2本伸びてきた。2本の腕は、俺の首元へとゆっくりゆっくり伸びてきて、首を絞められる、と思った時、勢いよく風呂場の扉が開いて、俺の祖父が入ってきた。ぶっちゃけその時が一番ビビった。だって俺は都内に住んでいるんだが、じいちゃんは北海道にいるんだもの。もちろん存命。ここにいるはずがない。そのじいちゃんが鬼の様相で、
その両手と顔に。お前何をしている？そいつから離れろ。とか叫んでる。あまりの怒号に恐れをなしたのか、白い手はスーッとお湯の中に消えていって、顔も見えなくなった。俺は、北海道にいるじいちゃんが、ここにいることにももちろん驚いたけど、それ以上に俺を助けてくれたことに驚いた。というのも俺のじいちゃん、もともとは優しい人だったんだけど、認知症が発症してからは、人が変わったように凶暴になって、ばあちゃんに暴力を振るって家から追い出した。家の鍵を勝手に取り替えまでしてた。しまいには、じいちゃんっ子だった俺の弟を除いて、家族全員を裏切り者とか気違いとか呼び出して、俺もかなり口悪く罵られたりもした。そんな俺をじいちゃんは助けてくれた。すげえ嬉しかったよ。で、そのじいちゃんが、俺にぼそっと一言つぶやいたところで、また場面が変わった。目を開けると俺は救急隊員と家族に囲まれていた。話を聞くと、俺の次に風呂に入ろうとしていた弟が、いつまでも俺が風呂から上がってこないから、様子を見に行ったら、湯船で俺が気絶していたらしい。救急車呼んだみたいで、意識ははっきりしていたが、一応ってことで生まれて初めて救急車に乗って病院へ行った。病院で軽く検査して異常なし。でもその日は病院に泊まらせてもらうことにした。病院で寝ながら俺は泣いた。怖かったからとか、生きてることに安心したからとかだからじゃない。ただただ悲しかったから。なぜなら、最後にじいちゃんが俺を見て、ぼそっと言ったことが、なんだ、まるまるじゃなかったのか。だったから、やっぱじいちゃんは、弟以外はどうでもいいんだなって思ったら、もう涙が止まらなかったよ。俺もおじいちゃんっ子だったし、多分俺はもう北海道には帰らないし、じいちゃんにも、死ぬまで会わないだろうなと思った。どこからが夢でどこからが現実かわからんし、あれ以降も風呂場は使ってるけど、あいつには会ってない。俺が1ヶ月ほど前に体験した話。事故車の起こし。昔、事故車の起こし、かっこ修理して販売する、というかなりうさんくさい仕事を、知り合いのつてで頼み込まれて半年くらい手伝っていた。その時引き取ってきて直した超家族向けな車があったんだけど、それがまあ異常なハイペースで仕事が進む。そうあっさりとは見つからないだろう中古部品がすんなり入手できたり、作業中に怪我した俺の結構深い傷口が次の朝には塞がってたり。でその車、引き取りの最中にも、工場での作業中にも、時折子供のキャッキャいう声が聞こえてきたりした。で、その車は修理完了して、オークションに出されて、初回で買い手がついてどっか行った。それから1ヶ月経ったぐらいの頃、次の仕事見つけて俺はそこ辞めたんだけど、さらに後、その仕事をやってたところに行く用事があった。そしたら驚いたことに、その車が置いてある。以前、俺が直す前とほとんど変わらない事故車状態で、車体番号とかいちいち覚えてるわけないんで、みんな気づいてないみたいだったが、一人でしこしこ直していた俺には、車体各部の細かい傷にことごとく見覚えがあった。割れていたから交換したサイドのガラスも、以前と同じように割れていた。前に聞いた、子供のキャッキャいう声が聞こえてくる前に、早々に用事を済ませて俺は帰った。死ぬなら子供もらっていい？小さいながら夫婦で、防犯設備の株式会社を立ち上げて8期ほど経ち、地方銀行の大型融資も審査が通って、
順調に利益を伸ばしている中で、専務取締役を任せていた嫁が事故死した。それからは仕事に身が入らなくなり、自分でも間違っていると気づきながらアポイントをすっぽかして、仏壇の前に座り込んで一日が終わったりと、もう典型的なクズ人間になっていた。当然事業計画書通りに行くはずもなく、融資は止められ、事務所も放置したまま一月引きこもり、冷静になった時にはもう、それまでの融資の返済や事業もどうしようもないところに来ていて、ああもう自殺しようと考えた。伸びっぱなしのヒゲもそのままでホームセンターに行き、一番太いトラロープを購入して、家に帰り、天井のファンに結んで用椅子の上に立った。首にロープを回すと、想像していたよりずっと恐怖はなくて、椅子を蹴り転がせばもう死ぬ状態になって、走馬灯だとか自殺するには覚悟がいるだとか、そういう知識はフィクションの産物なんだと、ぼんやり考えていた。そろそろ死のうと、改めて足元の椅子を見ようとして、前方に何かいることに気づいた。三頭身くらいのそれは、油っぽい長い髪垂らして、髪の間から見える目はまん丸に血走っていて、口は不気味なくらいにタニタしていた。俺の立っている椅子を見ているようで、早く倒れろっていう意志を確かに感じられた。思わず口を開けて眺めていると、俺の視線に気づいたようで目が合った。向こうも相当驚いている様子で、口角が少し下がったが、すぐにタニタとした口に戻って、死ぬなら子供もらっていい。と、中年の親父の声で言った。状況がつかめなくてとっさに、死なない、と言った途端に、自分がしていることの恐ろしさに気づいた。自分にはまだ5歳の娘がいて、嫁が死んで依頼をしつけるように、嫁方の実家に置き去りにしたことを、この一月で初めて思い出した。すぐにロープを首から離して椅子から降りると、そいつはいなくなっていたけれど、その場にいたという確かな雰囲気が感じられた。そのまま嫁方の実家へ行き、土下座して娘を抱きしめた。娘も義理の親も泣いて許してくれた。今は借金を返しながら娘を育て、栄養マンとして必死に生きてる。死んだらどうなるかわからないけれど、ああいうわけのわからない奴はちゃんといて、自分のことも娘のことも、どこかから狙ってるように思ってる。ゆうちゃん。私はいわゆる見える人だ。と言っても、見える、会話する、ぐらいで、他に特別なことができるわけではない。例えばわかりやすく事故現場にボケッと突っ立つ、どことなく色の薄い青年。私と目が合うと照れくさそうに目をそらす。24年こんな自分と付き合っていて、生きている人間と同じくらいの、何か、に、引き止められている色の薄い元人を見てきたが、彼らがこちらに害を加えようとしたことは、ほとんどない。ある人は何かを考え込んでいるような、またある人は虚空を睨むように、その場に留まっている。自由自在に移動しているような奴は、本当にごく稀である。正直、オカルト好きな私にとって、この体質は非常にありがたい。ラッキーと思っているくらいだ。これまで、オカルト好き、と、見える、のおかげで、いろんな体験をしてきたが、私は私の体質が生来のものなのかどうか知らない。記憶に残る一番幼い頃の話をしようと思う。私の実家は大海で神社をしている。店でも開いているような口ぶりだが、父、祖父、曽祖父、かれこれ300年は続いている、それなりの神社だ。幼稚園に行くか行かないかぐらいの自分。毎日境内を走り回っていた私はある日、社務所の裏手にある小山に、
これまた小さな池を発見した。とても水が透き通っていて、1メートル弱の底がとてもよく見えた。脇には当時の私の背丈を優に超える岩がある。私はその岩によじ登っては滑り降り、よじ登っては滑り降りるという、何が面白いかよくわからん遊びに夢中になっていた。何回目かの着地後、不意に気がついた。地面を見つめる私の視界に、草履を履いた小さな足があった。顔を上げると前方にアサギ色の変な着物、ジンベエみたいな服、を着た。私より少し大きいくらいの男の子が立っている。私が何をしているのか、さも興味ありげといった表情で、じっと私を見つめている。中性的でとても綺麗な顔。私は参拝に来た人の子供かなぐらいにしか思わず、構わずまたあの儀式のような謎の遊びを再開した。すると男の子は何も言わず私の真似をするように、岩を登っては降り、登っては降りをやり始めた。当初私は自分が考案した最高の遊びを真似されたと、憤慨しましたが、まあ子供というのは、得てして誰とでもすぐに仲良くなるもので。男の子は名前を、ゆうじ、と言った。私は彼を、ゆうちゃん、と呼んで、ほぼ毎日小山で遊んでいた。ゆうちゃんは虫取り名人であり、虫は風でもあった。七節を見つけたのは、後にも先にも、ゆうちゃんと遊んでいた時だけだった。この頃、父に、私は小山で遊ぶ時は、池に近づくなと言われていた。当たり前だ。小さい子が池の周囲で遊ぶなんて、こんな危険なことはない。ある日いつものように、ゆうちゃんと小山で遊んでいた時、池の底にとても綺麗な石を見つけた私は、それを取ろうと池に腕を突っ込んだ。もう少しで取れそう。そんな思いがきっと油断を招いた。重心がすっかり前に行った私の体は、池の縁をずりずりと滑り落ちてしまった。もう訳がわからなかった。突然奪われた酸素、上下がわからない。どっちが上なのか。息を吸いたい。もがく私の腕を誰かが力強く掴み、そして引き上げる。助けてくれたのは、ゆうちゃんだったが、今考えれば、幼い私とそう年頃も変わらない男の子が、水の中から人一人を引き上げるなんてありえない。当然ながら当時の私にそこまでの思考力はなかった。溺れた恐怖にただただ泣きじゃくりながら、そのまま家路に着いた。ボタボタと水を垂らして泣きじゃくる私に、母は仰天し、池に落ちたこと、近所の男の子に助けてもらったことを告白した私に、きついお灸を据えた。母に腕を引っ張られたどり着いた先は、納屋。私はあの薄暗さが嫌で、普段から納屋には近づかなかった。そんなところに一人放り込まれた私の恐怖と言ったら、それはもう、今でも当時の私に同情するくらいだ。暗い納屋で一人しくしく泣いていると、誰かが入ってくる気配があった。さてはお化けか何かかと、恐怖に顔面をこわばらせたが、すぐにその表情は緩んだ。ゆうちゃんだ。ゆうちゃんは、ひくりひくりとしゃくり上げる私の横で、静かに寄り添ってくれた。すっかり心が丈夫になった私は、母が呼びかけてくるまでしばらくの間、すっかり寝こけていた。スースーと寝息を立てる私を見て母は、この子にはどんなお灸もきっと効かない、と感じたそうだ。この頃から両親はゆうちゃんの存在を知る、近所の遊び相手、そんな認識だったそうだ。幼稚園へ通い始めても、
小学校へ上がってからも、私はほぼ毎日ゆうちゃんと遊んだ。ゆうちゃんが同じ小学校にいるのかどうか、疑問は感じていたがあまり気にしていなかった。私が8歳になるかならないかくらいだったと思う。8歳になる、もしくはなった、と言ってはしゃぐ私にゆうちゃんは、黄色い果物のようなものをくれた。私たちはその果物を池で洗い、二人で仲良く食べた。なんだかちょっと酸っぱくて、美味しくなかった記憶がある。私は家に帰った後、夕食従業員にそのことを自慢げに話した。先の、お池転落以来、池に近づくと怒られると思ったので、もちろん池で洗った果物であることは伏せた。両親も最初はニコニコと話を聞いてくれていたが、私が余ったその果物を食卓に持ってきた途端、両親の、特に父の顔色が真っ青になった。まず、その果物はドロドロに腐ってしまっていた。昼間あんなにみずみずしかった果物が、ゼリー状になっていたのだ。父が果物を睨みつけながら、強い口調で私に問いただした。池で洗ったとゲロった私を父は抱きかかえ、もつれる足をなんとか交互に動かし、祖父の部屋へ滑り込む。私が〇〇様に見入られた。なんて言ってたかわからない。絹、を食うてしまってるようだ、と父が叫ぶと。祖父は目を見開き、放心といった様子で私を見つめていた。神社の近くで農家をしているおじさんが、家に飛び込んできて、玄関で何やら騒いでいた。慌てている様子だった。母が対応し、すぐに父と祖父が玄関へ向かった。何やらわけがわからない喧騒の中、ふと縁側に目をやると、ゆうちゃんが立っていた。いつも通りの綺麗な顔。だが一点、いつもと違う背丈ほど長くて白い髪の毛。必ず迎えに行くから待っててくれ。ゆうちゃんが私にそう言うので。うんと返す。それはいつ？言葉になるかならないかくらいのタイミングで、私の視界は急に奪われた。祖父が麻布のようなもので私の全身を覆ったのだ。私はそのまま祖父に抱きかかえられ、どこかに連れて行かれ、おそらく本殿、生ぬるい酒のような液体を麻布の上からかけられて、車に乗せられ、そのまま町を出て行った。しばらくごとごとと揺られていると、車は緩やかに止まった。布の口が解かれ、父と母が不安そうな顔で私を見ていた。何が何だかわからない私に母は、もう二度と家には帰れないこと。父、祖父と離れ、母方の祖父母の家で、母と暮らすことを告げられた。わかった。と、素直に返事した私を、両親はほうけた顔で見ていたが、私は大して気に留めなかった。父や祖父と離れるのは寂しいが、会いたいと言えば向こうから来てくれる。何より、ゆうちゃんが迎えに行くと言ったのだから、待っていればいい。そんな心境で私は琴の住民になった。いろんなものが見えるようになったのも、そのあたりからだと思っている。いや、単にそれまでは限られた範囲の中でしか、生活していなかったのもあって、たまたま遭遇してこなかっただけかもしれない。でも私は、ゆうちゃんがくれたあの果物のせいだと、今でも思っている。